アルクメイネイは結婚を望むアムピトリオーンに対し、彼女の兄弟の仇を討つことを条件とした。見事に仇を討ったアムピトリオーンはアルクメイネイの待つ、テーベに急いでいた。アルクメイネイ、今帰ったよ。アムピトリオーン、仇を討ってくれたのね。ああ、俺の活躍をいろいろ語ってあげるよ。なんて頼もしい人なの。ふふ。でも話の前に。あはん。翌日。アルクメイネイ、今帰ったよ。へ、何言ってるの。おいおい、君こそ何言ってるんだい。あ、バレた。人間って一日前のことなら覚えてるんだな。でもちょっと悪いことしたかの。まあ、生まれてくる子供は全アルゴスの支配者にしてやるかの。また浮気したであるか。許せん。ゼウスの妻ヘラは、赤ん坊の誕生を遅らせたり、2匹の蛇を赤ん坊が寝ているゆりかごに放ったりと嫌がらせをした。ヘラの嫌がらせにも負けず、ヘラクレスは成長し、今では妻と子を持つようになっていた。やあ、こんにちは。電ボ様おいでん。う。ふふふ、あんたがいけないのよ。あがががが。あら、あなた。おかえりなさい、パパ、おかえり。ヘラがヘラクレスに狂気を送り込み、彼は家族を殺してしまった。正気に戻ったヘラクレスは、罪を償うためにデルポイに赴き、アポロンの神託を伺った。神託は、アルゴス王エウリュステウスに12年間仕えて、12光陽、と呼ばれる人間にはとても達成できないような難しいことを12個、やり遂げるよう促すものであった。神座の神話はこの12光陽の2番目、ヒドラ退治にまつわるものである。ヒドラはアルゴス近くのレルネという場所、アメモネの泉のほとりに住んでおり、近隣の土地の家畜などを襲って、大きな被害をもたらしていた。ヒドラは9つの頭を持つ巨大な大蛇で、殺しても死なない不死の存在だった。ダオ。うらぁ。ドラぁ。むむむむ。切っても切っても再生する。これでは倒せない？ダオ。そうだ。ダオ。一旦退却だ。ガハハハハ。ヘラクレスは甥っ子のイオラオスに助けを求めました。どういう感じで、殺せないのさ。ふむ、わざわざ泉に住んでいるということは、気に弱いんちゃいますか。ほうほう、ここはわても手伝いまよ。ガオ。いい塩梅に泉から離れた。チャンスですやん。よし、今度こそ。てんだなぁ。うらぁ。なんだなぁ。おや？先生？ガガガガ。なんと、あの子そうやね。うわぁ、やられた。やったで。ああ、おかげで勝てたよ。帰ってたこ焼きパーティーや。プチ。ああ、オオカミ将軍がヘラクレスに踏みつぶされた。一応、ヘラクレスの足をハサミで挟んでたよね。よく頑張りました。正座にしてあげましょう。こうして、オオカミ将軍カルキノスは正座になった。ご視聴ありがとうございました。